皆さんこんにちは、石田純一です。去る1月14日の会食の件に関しまして、皆様から大変厳しい意見を受けたまわっております。本来ならその一件一件にコメントを寄せたいところではございますが、その数のあまりの多さに、そして誹謗中傷、罵詈雑言の数々に、私どもは明日夜9時から再びライブ配信をさせていただくことになりました。私の行動で大変不快な思いをされた方々には謝罪申し上げます。しかしそれ以外のところでの暴言に関しましては看過することもできないというふうに考えてもおります。皆様からのご意見、どんな厳しいご意見でも結構です。お待ち申し上げております。誠実に対応していきたいというふうに考えております。明日の夜9時からライブ配信です。よろしくお願い申し上げます。